1971年11月11日、神奈川県川崎市の緑地でとある実験が行われていました。斜面に人工の雨を降らせて強制的に崖崩れを起こし、それがどのような状態になるのか。研究者、報道関係者らが見守る中、その瞬間は突然訪れました。1. 経緯。昭和30年代から昭和40年代にかけて、人口の増加に伴い、東京の多摩地区や横浜、川崎といった京浜地区で急速な宅地化が進んでいました。しかし、都市に近ければそれだけ土地の値段や家賃が高くなってしまいます。そのため、安さを求める人々は、それまで人が住めなかった山の斜面へと手を広げました。山の斜面を切り取っただけという危険な宅地が、許可もないままにあちらこちらに増えていきましたが、そういった土地は常に崖崩れの危険にさらされていたのです。当然ながら、それらの土地では次々と崖崩れが発生し、ひどい時には年間200箇所以上で崖崩れが発生していました。これらの崩落はいずれも関東ローム層と呼ばれる土壌で発生していました。関東ローム層とは、関東周辺にある火山の噴出物が風によって運ばれて堆積したもので、一般的には赤褐色の粘性土となっています。細かい粒子が約1万年から2万年かけて堆積したローム層は、粒子同士が強く結びついており、比較的頑丈な地盤になっています。ただし、一度土砂崩れが起きたり、工事で掘り返したりしてしまうと、この強度は失われてしまうため、たちまち軟弱地盤となってしまう欠点がありました。こういった経緯を受け、1969年、国は関東ローム層における斜面崩壊のメカニズム解明に乗り出しました。当時の科学技術庁は、ローム台地における崖崩れに関する総合研究と題した3カ年の計画を策定。4省庁の研究機関協力のもと、実際に関東ローム層の台地で斜面崩壊を起こす実験が決定されました。2. 実験内容。事故の前年の1970年2月18日、川崎市長の正式な許可を得て、実験場所が神奈川県川崎市の生田緑地公園内と決められました。実験地は茂みの生えた尾根に挟まれた谷合いの斜面で、傾斜角度はおよそ30度。斜面の約150箇所には観測機器を設置。下部にはビデオカメラを設置し、観測用の小屋なども作られました。雨を降らせるのは斜面上部の高さ20メートル、幅15メートルほどの範囲です。実験地は下層部から順番に複数の地層で成り立っており、ローム層になっているのは上部だけだったからです。そのため、斜面上部の遊歩道や斜面の両側にレインガンと呼ばれる放水装置が設置されており、斜面上部のローム層を狙って人工的に雨を降らせていました。しかし、この実験地には一点不都合な点がありました。それは実験地全体を見渡せる場所が斜面の真下しかないということです。前述のように実験地は谷合いの斜面であり、しかも周囲には緑が生い茂っているのです。ただ、事前の想定により、ローム層だけが崩壊しても斜面の下部で止まるであろうこと、計算上の崩落速度が時速20キロ程度であることなどから、斜面の下部にいても問題はないという結論に至りました。そこで実験班は斜面の最下部から約50メートル離れた地点で計測・記録を行うこととし、念のため万が一に備えて高さ1メートルの竹製の防護柵を設置していました。放水が開始されたのは事故の3日前である1971年11月9日です。実験は11月9日から11月12日までの4日間で行われる予定で、3日目の11日の昼頃には崩壊が起こるだろうという見通しでした。実験は当初完全な非公開で進められていましたが、噂を聞きつけた報道関係者からの問い合わせがあったため、
事故前日の11月10日に報道発表があり、事故当日の朝から報道関係者や見学者など30名ほどが現地に集まってきました。彼らも実験班と同じように防護柵の前で崩壊が始まるのを待っていました。一方、実験班の間には不穏な空気が流れていました。事故調査報告書は次のように述べています。実験担当者の間では崩れないであろうとか、崩れてもその規模は小さいであろうなどの予測が話題になっていたようで、むしろ崩壊が起こらなかった場合に見学者たちを失望させることを心配し合っていた。実験班の期待や不安をよそに、斜面の崩壊はなかなか始まりませんでした。朝9時台には時間雨量19ミリ相当だった放水は、予定時刻を過ぎた午後2時台には60ミリを超え、気象用語でいう非常に激しい雨に相当する水量になっていました。3. 事故発生。実験班にも焦りが見え始めたのか、午後3時台には時間雨量100ミリの猛烈な雨を降らせて崩壊を急がせました。そんな中、午後3時23分、崩壊が近づいていることを知らせる笛とともに、ハンドマイクであと15分から20分で崩壊というアナウンスがなされました。報告書は記しています。やや待ちくたびれていた報道陣や見学者に緊張が走り始めた。そしてついに、1971年11月11日午後3時半ごろ、崩壊を知らせる笛の音とともに、放水斜面の一部が突然盛り上がり、一気に崩壊を始めました。崩落のスピードは想定をはるかに超えていました。当初、時速20キロ程度とされていた崩落速度は、実際には3倍近い時速60キロを超える速度だったのです。崩壊した土砂は、あっという間に防護柵まで到達し、人々を巻き込んだまま、後方にあった奥の池まで流れていきました。残された映像から計算すると、崩壊の始まりから人々が飲み込まれるまでの時間は、わずか3秒程度だったと言われています。また、崩壊は一度にとどまらず、数回に分かれて繰り返されました。この事故で、現場にいた26名が土砂に飲み込まれ、このうち実験関係者11名、報道関係者4名の計15名が命を落とし、生き残った人々も重軽傷を負う大惨事となりました。4. 事故原因の究明。事故の主な原因は驚くべきものでした。実験班が散水していた斜面が、実は天然のローム層ではなかったのです。現場となった斜面には、事故の4年前に公園内の遊歩道を整備する際に発生した捨て土が最大4メートルの高さで堆積していたのです。このことが想定よりも速い崩落速度を招いたのです。驚くべきはそれだけではありません。なんと崩壊斜面に捨て土が堆積していることは事前に分かっていたというのです。しかし、複数の機関が合同で実験を行う中で満足な情報共有がなされず、結局は重要視されることなく事故につながってしまいました。原因としてはこの他にも、想定の甘さ、関係各所への事前連絡の欠如、事前調査の不足、唯一の退避方向に池があることなど様々なものがあり、これらも被害を一層大きくする原因となりました。この事故では実験関係者ら2名が業務上過失致死傷の罪に問われて起訴されましたが、横浜地方裁判所は、当時の学問的水準において事故の危険性を予測することは不可能だったとして、事故から16年後の1987年、被告人2名に無罪を言い渡しています。事故から50年以上経過した現在では、事故現場周辺には植物が生い茂っており、当時の面影はほとんど残っていませんが、唯一、事故を伝える慰霊碑だけが残されています。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。